南極地図、エルスワースランドは、津の作法に記されている。エルスワースランドは、南極にある地域の名称。南極大陸の西部、南極半島の付け根にあたる地域にある。地名は、1935年にこの地域を飛行船で横断したアメリカ合衆国の探検家、リンカーン・エルズワースにちなむ。西は、マリーバードランドに接し、北は、ベリングスハウゼン海に面する。 北東は南極半島の付け根となっており、パーマーランドと接する。また、東はロンネタナ氷の西端に接している。アメリカ地質調査所の地名情報システムによれば、パーマーランドとの境界は、東海岸側のケープアダムズと、西海岸側のエクランドアイランズ対岸とを結んだ線である。地形は全般に氷で覆われた高地であるが、東部のエルスワース山脈のほか、 ハドソンマウンテンズ、ジョーンズマウンテンズ、ベレントマウンテンズ、メリックマウンテンズ、スイーニーマウンテンズ、スケイフマウンテンズなど、いくつかの産地も見られる。沿岸には、エーツコースト等がある。2014年までの調査で、表彰の下に、最大3キロ、幅25キロ以上に及ぶグランドキャニオンより深い、峡谷の存在が発見されている。 1935年11月から12月にかけて、ダンディーアイランドからロスタナゴーリへの飛行船による横断飛行を行ったアメリカ合衆国の探検家、リンカーン・エルズワースは、この地域の中央部を飛行した。1962年、南極地名諮問委員会が、エルズワースの移業を記念して、この地域にエルズワースラントと命名した。ありがとうございます。